メーター待て待て、捕まえるぞー。マックイーンには絶対捕まらないよー。マックイーン、今日もレースで勝負するぞー。前の車待ちなさーい。今日もいっぱい火を消すよー、忙しいー。メーター、今日もいっぱい遊んでお腹すいたねー。そうだね、マックイーン、お腹ペコペコだよー。よし、それじゃあ二人でご飯を食べに行こう。そうだね、マックイーン。マックイーンとメタ、二人で仲良くご飯を食べに出発。よし、着いたよメタ。二人が来たのはガソリンスタンドのエネオスだよ。ここでご飯を食べたり綺麗になれるよ。あー、マックイーン、お腹ペコペコだよ。ご飯にしよう。ご飯を食べるのはここだよ。ここの給油機にマックインが来たよ。マックインが来てガソリンを入れるぞ。ガソリンが入ってく、おいしいな。マックイン、僕もお腹すいたから早くしてよ。わかったよメーター、僕はもうお腹いっぱいだからどくよ。よいしょ。メーターが急いできたよ。お腹すいてるんだね。よし、ご飯食べるぞ。メーターもここでガソリンをいっぱい入れるよ。よし、お腹いっぱいだ。マックインとメーター、2人ともお腹いっぱいになってよかったね。あれ、ここに誰かいるよ。ここにいるのはストームだね。いっぱい走って汚れた体をこの洗車機で綺麗にしてるよ。あ、洗車が終わったみたい。よし、これでピカピカになったぞ。これで明日はマックインにレースで勝つぞ。ここは洗車機、汚れた車をピカピカにするよ。シェリフも来たよ。シェリフもお仕事いっぱいして汚れちゃったんだね。シェリフも綺麗にして。終わったみたいだよ。今日も悪い人を追いかけて汚れちゃったよ。でもこれでピカピカ、明日も街の平和を守るぞ。あれ、レッドが来たよ。レッドは調子が悪そうだね。今日もいっぱい火を消したけど水が冷たくて風邪をひいちゃったよ。レッドは風邪をひいちゃったみたいだね。そんな時はガソリンスタンドをくるっと回して、ここを開くと車の整備工場だよ。ここにレッドを乗せて、ここで修理をするよ。レッドを直すよ。よし、これでレッドは元気になったよ。よかった、これで直った。明日もいっぱい火事を消すぞ。今日はみんなガソリンスタンドでご飯を食べて綺麗にして、レッドは整備をしてもらって、ガソリンスタンドはいろんなことができるね。ここでみんな休んでいっぱい遊んでお仕事頑張ろうね。やあみんな、メーターだよ。何か面白いことないかな。そうだねメーター、面白いことないかな。うしし、俺様バイキンマンだぞ。マックインとメーターに面白いものを作ってあげるよ。バイキンマンが面白いものを作ってくれるんだ、楽しみだな。よし、作るぞ。えい、うしし、できたぞ。これは滑り台かな、なんだろう。あれ、何か出てきたよ。うしし、これは働く車の卵が出てくる滑り台だぞ。働く車の卵か、すごいな。早速開けてみるよ。この青い卵には何が入ってるのかな。開けてみると、よいしょ、青い車が出てきたよ。もうちょっと開けていくと、出てきたのはこの青い車だよ。この青い車はゴミ収集車だよ。後ろをスポット開けてゴミを集めるよ。みんなの街をきれいにするゴミ収集車が青い卵から出てきたよ。うわ、すごいな。卵から青いゴミ収集車が出てきたよ。次は何が出てくるかな。
あ、次はピンクの卵が出てきたよ。次に来たのはこのピンクの卵だよ。何が出てくるかな。後ろをポコッと取ってみると白い車が出てきたよ。もうちょっと開けてみると出てきたのは白い体に赤いサイレンがついてるよ。出てきたのはこの車だよ。この白い車みんな知ってるかな。白い体に赤い線、とってもかっこいいね。この車は後ろをパカッと開けて病気の人、怪我しちゃった人を乗せる救急車だよ。みんなを運ぶ救急車。わあ、今度は救急車が出てきたよ。白くてかっこいいね。次は何かな。あ、出てきたよ。次はこの黄色くてちょっと長いよ。何の卵かな。ちょっとずつ取ってみるよ。お、いきなり見えたよ。白い車に上が赤いぞ。この車みんなわかるかな。ここも開けてみると白い体に黒い体。この車はみんなわかるかな。はい、出てきたのはこの車だよ。みんなこの車は知ってるよね。黒い体、白い体に赤いパトランプ。この車はパトカーだよ。悪い人を捕まえるぞ。うわ、パトカーかっこいいな。いろんな卵がどんどん出てくるね。あ、次の卵が来たよ。次はオレンジ色の卵だよ。早速開けてみると出てきたのはオレンジ色の乗り物かな。これは後ろに何かついてるよ。前の方も取ってみるとブレードが出てきたよ。はい、オレンジの卵から出てきたのはこの乗り物だよ。コンベアで走って前にはブレードがついてる。この乗り物はブルドーザーだよ。ドドドドドッと重いものを運ぶよ。工事現場で働くブルドーザー。うわー、ブルドーザーかっこいいな。とっても力持ちなんだよね。うじじ、いろいろな卵が出てきてマックインとメーター喜んでくれたぞ。卵の中からこの働く車たちが出てきたよ。メーターとマックインも楽しかったみたいだね。バイキンマン、今日はありがとね。やあみんな、お片付けパトカーだよ。今日は働く車のお家に遊びに来たよ。みんな中にいるよ。僕のスイッチをカチッと入れて開くと、よしみんな、今日は僕に乗ってお出かけするよ。乗ってね。お家から誰が出てくるかな。よいしょ。最初に出てきたのはこの白い車だよ。赤いランプがついてて後ろがパカッと開く、この車は救急車だよ。みんなを病院まで連れて行くぞ。救急車、お片付けパトカーに乗るよ。次は誰かな。よいしょ。次はこの真っ赤な車だよ。郵便局のマークがついてて後ろがパカッと開く。みんなに郵便とお手紙を届ける郵便車だよ。真っ赤な郵便車も救急車くんの隣に乗るよ。みんなどんどん出てくるよ。次はよいしょ。黒と白の車、ドアがガチャガチャっと開くよ。悪い人をビューンと捕まえるパトカーだよ。みんなの街を守るよ。パトカーくんは郵便車の隣に乗るよ。よいしょ。みんなお出かけ行くぞ。次はこれだ。この黄色い乗り物は前にブレードがついてるよ。タイヤがとってもかっこいい、この車はブルドーザー。ガガガガガガッと工事現場で重いものを運ぶぞ。ブルドーザーも前に乗ってね。次は誰かな。よいしょ。次に出てきたのはこの金色の車だよ。この金色の車はダンプカー。とっても力持ち、後ろに荷物を乗せてガバッと下ろすよ。金色のダンプカー、ダンプカーは後ろの席に乗ってね。残る席はあと2つ。誰が乗るかな。誰が出てくるかな。よいしょ。次に出てきたのはこの黄色い乗り物、またまた工事車両だね。ここについてるシャベルでガガガガガガッと重いものを持ち上げるよ。とっても力持ち、ショベルカー。くるっと回ってショベルが動くぞ。ショベルカーはショベルをしまってブルドーザーの隣に入るよ。あと1台、誰かな。最後に出てくるのはじゃじゃーん、この青い車だよ。後ろがスポッと開いてここがガチャンと上がる、この車はゴミ収集車。みんなの街をきれいにするぞ。
ゴミ収集車後ろに乗って、よしこれでいっぱいだよ。パトカーくんをつけてガチャッと閉めれば、よしこれでみんなでお出かけできるぞ。それじゃあパトカーに乗ってお出かけに出発。最後まで見てくれてありがとう。高評価グッドボタンよろしくね。チャンネル登録をして、みんなまた見てね。